探しましたぞ、ベジータ王子。パラガスでございます。新惑星ベジータの王になっていただきたくお迎えに参りました。もう一度最強の戦闘民族サイヤ人の優秀さを全宇宙に知らしめてやろうではありませんか。あなたの手で最強の宇宙帝国を築き上げるのです。伝説のスーパーサイヤ人を倒せるのはベジータ王あなたしかいません。南の銀河一帯をその脅威のパワーで暴れ回っております。このままではせっかく築き上げた新惑星ベジータも伝説のスーパーサイヤ人に。あなたもどうぞ。ベジータ王の血を引くトランクス王子。フリーザに惑星ベジータを破壊されてより30年、新惑星ベジータを再興することは私にとって最大の願いでした。それがフリーザによって無念のうちに亡くなられたあなたのお父上ベジータ王に報いる道だと信じて、今ここにあなたを迎え、悲願は達成されました。ベジータ王、銀河の至るところから集めたならず者たちがあなたの従僕としてお待ちしておりました。息子です。何なりとお使いください。よく来たな、カカロット。いや、孫悟空。バーダックのせがれだろう。ああ、夕食でもいかがかな。ではごゆっくり。いいぞ、その調子だ。どんどん近づけ、グモリー彗星よ。モア、心配することはない。貴様はその恐怖を味わわずに済むのだからな。勘違いするな。ただいま一生懸命行方を調査させています。もうしばらくお時間を。気を沈めろ、ブロリー。ああ、そうか、ブロリー。一体どうしたというんだ。まさかカカロット。ブロリーのサイヤ人としての本能がカカロットのパワーによって目覚めさせられ、コントロールの壁を乗り越え始めてしまったというのか。もしそうだとしたら、私のこれまでの苦労が。な、あ、やめろ、やめろ、ブロリー。ブロリーこそサイヤ人そのものだった。生まれついての桁外れの戦闘力は、成長するに従って親の私が恐怖を感じるほど増大し凶暴化していった。私は科学者にブロリーを自在にコントロールできる装置を作らせた。ブロリー、な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 、とうとう私はブロリーのパワーを自由に操ることによって全宇宙を支配できる力を手に入れたのだ。このコントローラが正常に働いているとすれば、カカロットにあったブロリーとカカロットは同じ日に相前後して生まれた。カカロットなら、クソ、運命の糸がまたここで絡み合ったか。同じ日に生まれ、隣り合わせのベッドで寝かされていた二人の赤ん坊が、何としてでもブロリーをコントロールしなければ宇宙を破壊し尽くしてしまう。しまった、やめろブロリー、やめろブロリー、やめるんだ、やめろ。このままでは誰もブロリーを止めることができなくなってしまう。ブロリー、宮殿へ戻るんだ。ベジータ王、お待ちください。ベジータ王、明日まで、明日までお待ちください。うん、グモリー彗星が激突する時まで、何としても今日はベジータをここに釘付けにしておかなければ。明日になれば伝説のスーパーサイヤ人のいる星がわかるはずです。滅相もございません、ベジータを。そのようなことがあろうはずがございません。私より力の劣るブロリーがスーパーサイヤ人だなどと。ベジータを、さ、宮殿へお戻りを。やっと能天気なお前でも飲み込めたようだな。すべてはお前の息子の言う通りだ。こんな最低の星には何の未練もない。彗星が衝突することが分かったからこそこの星を利用したの。俺の狙いは北の銀河の地球なのだからな。宇宙の中で一番環境が整った美しい地球に移住し、そこを本拠地として帝国を建設するのが俺の本来の計画なの。そのためには地球を決戦の舞台にするわけにはいかんからな。
無傷で手に入れるためにこんな宮殿まで作らず、この星まで呼び寄せたのベジータ製の王などと、その気になっていたお前の姿はお笑いだったんで、お前らをこの新惑星ベジータと共に葬り去れば、俺たちの敵はもはや一人もおらん。北の銀河はもちろん、東も西の銀河もわけなく支配でき、俺とブロリーの帝国は永遠に無敵になるというわけだ。いいぞ、もはや彗星など待つ必要はない。今のお前のパワーでサイヤ人をこの世から消し去ってしまえ。ダメだ、やめろブロリー、それ以上気を高めるな。やめろブロリー、落ち着け。キャッチできたのだが、もう遅い。ブロリーが俺のコントロールから外れ、伝説のサイヤ人になってしまった以上、ブロリーと二人で全宇宙を支配しようとした俺の計画を何もかも失敗だ。宇宙を全て支配しようとしたブロリーは収まらない。ブロリーは収まらない。ブロリーの戦闘を見せる。